どうも、翔平です。今回はね、ちょっとこの下きれいにしたんで、ここにね、農園作ろうかなって思ってるんですけど、どうしようかな。かぼちゃ農園と、スイカ農園と、麦畑、あとなんだ？あとそれぐらいか。まあ、それで OK かな。左側をね、小麦にして、右側を、あとあれ、シュガーケンがあるのか、サトウキビですね。どういう形にしようかな。上水で塞いじゃおうかなと思ってるんですよ。噴水ぶっ壊して。噴水綺麗なんで、もうちょっと下に下げて、上を水で張って、なんかガラスの天井みたいな感じにしようかな。どうしようかな。羊ちゃんがね、めいめいって、村人がね 村人が縦横無尽に走り回ってるんですけれども、とりあえず小麦畑から行ってみるか、そこがちょっと出っ張ってるから難しいとこですけど、ちょっとやってみます。ここから、まあ、カットカットでお送りしていければなと思います。どうしようかな。水で押し出すタイプにするつもりなんですけれども、さて、ピストンでね、上に押し上げて、ブロックをね、せき止めてる水を流して、回収するというシステムにしたいと思います。ピストンに入力方法は、ちょっとリピーターを使わないと、上に水がある関係上、こういう風になりますな。で、ここに置くと。で、上に上がるわけですね。で、せき止めてる水が、流れ出すという、まあ、ダムみたいなもんですよ。ダムの放流みたいな。ね。ちゅうことで、めっちゃシンプルな作りですけれども、ちょっとサイズを大きくしすぎてですね、水が足りなくなっちゃったの。水がね、最後まで流れなくなったんで、ちょっとだけ、規模をちっちゃくしてますけど、これで、どうすればいいんだ？ここか。よし。で、この上にあるので、入力の仕方はそんなに難しくないですね。これで終わり。はいと。よし。それでですよ。もう非常にオーソドックスな作りなので、まあ、オーソドックスというか何というかでございますけれども。よし。ちょっとこのサイズ変えましょう。こんなでかくする必要なかったですね。農園の後ろ部分をどうするかが問題ですけれども、まあ、それは後で、後々考えると。さて、これで、
まずブロックが来る位置を決めてですね。よし、これ OK。よし。で、ここにも、あ、ここはいらないか。よし。ちょっともったいないんで回収しておきます。よいしょ。それで、ハーフがありますね。OK、OK。よいしょ。よいしょ。で、水の来る位置はここになるので、よいしょ。こんな感じでな。よいしょ。測量を2回も間違えるという、感じでございましたけれども、寝ぼけてますね、完全に。それで、水を置くと。よいしょ。水を置いていきます。2。あ、間違えた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、行こう。よいしょ。これで OK？ そうですね。こんな感じになって、ここをちょっとやめよっかな。ここ普通のブロックにしちゃおっか。ステムを置きまして、さて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 、できましたが、ちょっと小麦の種が足りないので、ちょっと今のところは 全部植えられてないですけれども、ここ全部ね、ガラスで囲んで、あっちの壁も崩しちゃってね、木の壁も崩して、ガラスで囲んで、ここ上、水張ることにしました。で、ガラスとグローストーンで照明下に照らして、なんか、水中農園的な感じにしようかなという目論見でございます。噴水もちょっと壊してね、後で。やろうかなっていう考えなんでございますけれども。ここ中途半端に1個ないけど、まあいいや。下は全部埋まってるんですけどね。さて、よいしょ。どんな感じになるか。水が押し流す。落ちてくる。あ、落ちてきますね。よしよし。じゃあまあ、全部で200個手に入ると思うんですけど、わかんない。ちょっとアイテムスタックがね、Xbox と PS3 のバージョンは、バージョンというかね、200個以上のアイテムが地上に存在できないんですよ。地上っていうか、ワールドにね。だから200個以上は全部自然消滅しちゃうっていう。なので、そんな気さて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 、こんな感じになりましたが、水張ってどうなるかだよね。下からの見栄えは今はいいんですけれども、水張って真っ暗になっちゃうと困っちゃうなっていう感じですけど、どういう風になるかは分かりません。また後で帰るかもしれませんしね。よし。ちょっとやってみたいと思います。水引きがね、ちょっと大変なので、上に作るしかないですね。無限水源を作って。
やっていくしかないんですけども、以前お友達のマップでダムを作ったことがあるんで、それの時やった方法でやろうかな。ちょっと待ってください。木でいいんじゃないかな、これで。これ作っちゃおう。64個じゃ絶対足りないと思うな、でも。再利用してっていいか。これがね、水張るのがね、結構大変なんですよね、このゲーム。そこと、そうね、ここに。まず水張る場所から決めたらね。なんだ、64でも全く足りない。これでもなんか綺麗な形だな、なんかメロみたいで。よし。じゃあ、まあ、こんな感じでやっていくわけですよ。こんな感じで。1。こんな感じですね。で、1。あ、そっか。この形じゃ無限水源にはならないのか。なるほど。仕方あるまい。さてさてさて。結局ね、なんか、ごちゃ、上がごちゃごちゃし始めちゃったんで、もうその2階部分取っ払うことにします。やっぱりなんかちょっとね、ここ、何か建てればいいと思うんですけど、ちょっとね、今のままだと形が悪いので、もう全撤去。2階部分、この、別に1個だけで十分ですね。何の問題もないと思うので、もう撤去しちゃいます。せっかく作りましたけど、64個植えられれば、まあ、何の問題もないかな、と。いう感じでございます。どうしようかな。これもまた一大作業ですね。ちょっと水とかを除去していかないと。なんで？うわ、もうまた間違えたもん。ひどいな。さて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 、だいぶ綺麗になりましたね。ここ、結局ね、上突き出してた部分全部削って、まあ、一層にしました。もうなんか上がごちゃごちゃしちゃうんでね。ここをシンプルにして、まあ水が出るようにしてあるという形ですね。で、まあ小麦を植えないといけないんですけれども、それより先に、こっちに、そうですね、なんか、スイカと、シュガーケーンと、なんだっけ。サボテン？サボテンも植えられるか。全部ピストンでいけるんですよね。なんで、まとめて作ろうかなと考えております。さて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 。リピーター取ってきたんですけれども、水をね、押す、まず、なんだろう、ピストンを下げて、クラッシュさせて、落ちてきた追加を水で押し流す感じなので、水が最後に流れなきゃいけないんですよね。
なので、ディレイさせないとね、いけないんですけれども、これで足りるかな？ちょっとわからないですけれども、とりあえず後で調整しながらやってみようかなと思います。で、どうしよっか。この配線をどっから繋ごうかな。どっからっていうか、どこに繋ごうかな。下だろうな、やっぱり。上は見えちゃうとね、これすごい気に食わないので、いろいろと。ここっていいんだっけ？あ、こっちはダメだよね。どうしようかな。どうしようかな、もう一段下げるか。よし、もう二段下げて。よし。こっから、1、2、3、4、5、6、7、8、9マス目。で、上に行こう。ちょっと階段上にしてみますか。よし。そうだな。そうだな、そうだな。まず、入力の位置を決めましょうか。ボタンにすると面倒だな。やめた。また、スポーンで使ったら、ここもなっちゃうの？そこにするから。もっと遅らせた方が良さそう。これで、こう耕してしまって、これを植えていくと。水があった方がいいのかな。まあ、なくてもいいよね。形がいびつですね。屋根つければまあ悪くなかろう。まあよかろう。適当。よし。でこれつけて。木材の色とか変えたりするといいかもしれないですけどね、よし、そこを閉じちゃおう。そこガラスでも貼ってみようか。もう一個後ろにしようかな。こっちにしよう、後ろは。それでここにガラス貼ってみる。ガラス良さそうだね。ガラス取ってきます。
さて、すいません。またマイクが自動的にパソコンの 内部マイクに切り替わってて、声がおかしかったと思いますが、ご了承ください。ちょっともう撮っちゃったんでね、それを直すことは不可能なので。いや、どうも、こんにちは。さて、ここもだいぶ綺麗になりましたね。水を張るってアイディアはね、視聴者さんのコメントからいただいたんですけれども、上が正しいなとは思ってたんで、ちょうどよかったかなという感じでございます。夜がね、綺麗なようにって言って、まあ、グローストーンを置いてみたものの、光が足りないので上に1個追加してます。ちょっと多すぎるかなっていう気もする。グローストーンはあんまり使いすぎたくないんですよね。あんまりそんなにボコボコ置きたくないんですけれども、ここはしょうがないかな。ちょっと夜暗いんでね。なんで、いろいろと、作ってみましたと。まず左側はね、まだできてませんけれども、この実がなってませんけれども、これオンにすると、一番奥のね、ここのブロックが下がって、奥に溜めてある水が流れ出して、すべて押し流すという形で、ここでコレクションするという形になってます。本当はね、上にもう一個作ってたんですけど、上にはみ出しちゃうっていうことでね、上の景観がごちゃごちゃしてきちゃったんで、壊しました。で、噴水はね、もうちょっと高い位置にあったんですけれども、3段下げたのかな？4段下げて、そこの位置に直しましたと。噴水きれいだったんでね、そのままにしとこうかなって感じでございます。で、スイカの方はね、今1つしかなってないですけれども、通常時の状態はこんな感じで、このスイカのツタっていうのかな、幹の部分から、その隣のマス、同じ高さの土のブロックのところに、Xbox 版と PS3 版はなるんですね。で、機構としては、上のピストンが押しつぶしてですね、押しつぶした瞬間に下が、ちょっと遅れて、下の土の部分が一段下がって、で、水が流れ始めるという機構でございます。ピストンをね、一番奥に入れて水をせき止めてますけど、この土ブロックの代わりでよかったかなと、せき止めるのはそれでもよかったかなと、ちょっともったいなく思っておりますけれども、押すと潰して下がって、で、水が出てくるというシステムでございます。取り逃しがね、ロスレスって英語では言いますけど、なくしたいんですよ、なるべくね。ただ、この方法だとどうしてもたまに出ちゃうかなっていう感じでございます。まあ、1個2個ぐらいだったらね、まあいいんじゃないかなっていうのが、まあ私の考えでございますけれども、ピストンが丸見えなので、まあ今後ちょっと変えていこうかなと。ここに隠すように置いて、そこにライト。ここにライト置かないとね、この幹が壊れちゃうことがあるみたいで、暗すぎてね。まあ仕方なくそこに置いておりますけれども。で、ちょっと大幅カットしましたが、ここはね、ガランドで寂しかったんで、サトウキビの農園を追加しました。で、これは、そうですね、そんなに、なんか述べる必要はないんじゃないかな。サトウキビ自体も本棚作る時ぐらいしか使わないので別にいらないんですけれども、まあ見た目のためだけに設置したという感じでございます。パンプキンのね、かぼちゃの農園でもよかったんですけど、パンプキンも私あんまり使わないんですよ。水中作業する時にたまに使うぐらいで。なので、まあ実用を考えると、まあサボテンかサトウキビかなっていう感じになったんで、サトウキビにしました。サボテンをまた別の場所にね、緑の羊毛、クリーパー像をね、また作りたいなと思ってるんで、緑の羊毛たくさん必要になると思います。その時に、作っていこうかなと思いますね。そんな感じで、これは2段重ねにしていてですね、ピストンを。下のスイッチじゃなくて、レバーを引くと、ピストンが前に出て、刈り取ってくれると。こんな感じですね。で、水が出てきて押し流すという感じでございます。で、押し流したやつをここにしまうという非常にシンプルなやつを作りました。よいしょ。これもちょっとディレイをさせてます。配線のつなぎ方はね、そんなに難しくないので、まあ、ちょっと動画の尺が長くなるんで、作り方の方はカットしましたけれども、これはすぐわかるんじゃないかな。ピストンのつなぎ方さえ気をつけていただければ誰でも作れるかなと思います。ということでですね、だいぶ下が、賑やかというか、前のガランドから建物ができて、少し、なんか、ね、良 くなったので、自分としては満足してます。小麦もね、パンを今食べてますけど、まあ、食物に使う、ね、食べ物に使うっていうことぐらいなので、あんまり大量にはいらないので、今、104個かな、植えられるんで十分ですね。
で、ここに羊ちゃんがまだあのどんぶらここ絶賛稼働中でございます。ということでですね、まあここだいぶ綺麗になっていいですね。うん、次はね、今村人が縦横無尽に走り回ってますけれども、ここ埋めたんですよ、結局考えてたところ。ここ前空洞だったんですけれども、ここを埋めて、ちょっと変えてみたんで、ここに何か建てるのと、向こう側の空いたスペースに村人をあの保護する施設の住処を作ってあげようかなと。私の家が占拠されてるんで、夜、今ね、村人に。ということで、まあ、そんなかんなんでね、次の次あたりからね、ちょっとトラップタワーの建設に移りたいかなと思います。ということで、また今回は、こんな感じで、声が変でしたけど、申し訳ない。ということで、また次のところでお会いしましょう。